南馬城駅は、福井県南城郡南越前町南馬城にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。北陸本線近代化計画により、鶴ヶ駅今城駅間を、北陸トンネル掘作により短絡することになったが、路線変更のためかつての杉津経由路線の、沿線住民との接衝は慎重に行われた。新保駅、杉津駅は、 大体駅を作ることが地形的に不可能であったが、大喜利駅の大体駅としては、旧駅より2トル今城よりになるものの、北陸トンネルの出口に設定することになり、新鮮開通に合わせ開業した。ただし、大体バスは今城から大喜利間である。最初、地元住民は、当時の地名、木になんだ、木山、または、かひとめ山を駅名にと望んだが、 結局は現役名に落ち着き、当駅開業の翌年1963年に、当駅の所在する大技も、木から南今城に改められた。上りの普通電車は、長浜駅、長原駅、鶴ヶ駅間の直流化に伴う、新快速を含めた一連の、普通列車運転体系見直しに伴い、ほとんどが次の鶴ヶ駅が終点となっている。 その鶴ヶ駅との駅間距離は 16.6km 離れており2021年時点で JR 西日本管内の在来線では最も長い駅間距離となっている相対式ホーム2面2線を持つ山の斜面を利して築堤を構築し作られた高架駅である福井地域鉄道部管理の無人駅で駅舎はなく ホームとホーム中ほどにある待合所が設置されている。駅構内には自動券売機は設置されていないが IC カード専用の簡易改札機のみ設置されている。ホームはかさ上げされていない。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。出入り口は下りホーム鶴ヶ寄りにあり、互いのホームは構内踏切で結ばれている。 福井県統計年間によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通り。なお、南今城駅は、福井県内の北陸本線、小浜線の駅で、乗車辞任が最も少ない駅となっている。北陸トンネルを出て、すぐの場所にあり、ホームそばには、北陸トンネル出口 300M と書いた看板が、設置されている。ありがとうございます。